の方々です。ではまずはこちらの VTR をご覧ください。
あと1分でその大きな花火が始まるんですよ。もう皆さんこのイボンさんのメインプログラムを待たれている状況です。そして後ろで打ち上げられる花火も光を輝かせるイベントになっております。素敵ですね。そうですね、ここのね、見ていただくと、周り全体が山に囲まれてて、音が反響するんですよね。それでさっきお話したように、体に振動として響いてくる。で、体感できる。これはもう唯一の熊の特徴ですね。300メーターに開いてます。すごい大きい。思わずこの会場の皆さんの声を上げて驚かれていらっしゃいました。本当にもう胸の高まりが聞こえてきそうなぐらい皆さんワクワクされた表情で見られているんですよ。聖者目が訪れましたね。いよいよ鬼ヶ城大仕掛け、そうですね、彩色千輪菊始まりますんで、そうですね、はい、あのまばたきしないで見てください。はい、仕上がりました。ここで。
丸みを燃やして色を出しております。はい、あの花火業界では白色と言わないで銀色って言うんですね。花火食のみの江戸時代の色の花火ですね。ではここではその会場に集まっている地元の皆さんも声も伺いながら足に振動が響いてますね。
そうですね、尺、直径300メートルの、ね、地面で。